ジュリアは、イタリアの自動車メーカー、アルファロメオが製造、販売している自動車である。1950年代に成功した前身の、ジュリエッタの後継者として、小型軽量な車体にスポーツカー並みの DOHC エンジンを搭載する高性能で、スポーティな小型車として、人気を博した。新型車として、当初登場したのは、車内デザインの4度ダンのみで、 クーペやオープンモデルは先代のジュリエッタのマイナーチェンジ版であったが1963年9月にはベルトーネ社のチーフスタイリストジョルジェットジウジアーロのデザインした2ドアクーペのスプリント GTK が誕生 GTK はベルリーナ以上に好評で1960年代を代表するスポーツカーの一つとなっているまたシャシーは別物ながらレーシングモデルの TZ、TZ2 にも、ジュリアの名が冠されていた。スパイダーは1966年に、仙台同様ピニンファリーナのデザイン、車体製造による、1600スパイダーデュエットにそれぞれ、モデルチェンジされ、エンジニシャシーは、ジュリア系と、同一ながら、ジュリアとして販売されたことはなく、終始別車種として扱われた。最初に登場したジュリアは、TI と呼ばれた。 DOHC1570cc シングルキャブ92馬力、6500rpm、最高速度実速 160km のモデルであった。TI の名称は、国際ツーリングカーレース、ツーリスモインテルナツヨナーレの略称である。これまで1900やジュリエッタの高性能版に与えられていた名称で、シングルキャブエンジン車には似つかわしくなかったが、後に、 T.I. スーパーとスーパーが追加され、1600cc の基本モデルという位置づけが明確となる。DOHC エンジンに加え、早くも5速ギアボックスを標準装備し、一見すると単純な箱のように見える車体も、当時まだ珍しかった、風洞実験を用いてデザインされるなど、ジュリアには当時最先端の技術が注ぎ込まれていた。その一方で、 ギアチェンジは、コラム式、ステアリングホイールは、体型で、保温リング付き、ブレーキは、当初4輪ドラム、という旧式な面も残していた。翌1963年には、レーシングモデル、T.I. スーパーが登場する。有名な、クワドロフォリオベルデのステッカーが、フロントフェンダーに貼られ、ホモロゲーション獲得のためわずか501台が、生産された。 ウェバー45度小型ツインキャブレターが与えられた 1570cc エンジンは112馬力 6500rpm に強化され、車体の軽量化、フロアシフト、四輪、ディスクブレーキの採用、軽合金ホイールや後の GTK にも似たスポーティーなダッシュボードが与えられるなど、おとなしい TI に対して、アルファロメオらしいスポーツ性が詰め込まれており、今日では、 コレクターズアイテムとして高値で取引されている。1964年には廉価版の1300が登場。ジュリエッタから引き継いだ DOHC1290cc シングルキャブエンジンで78馬力 6000rpm を発生。シリーズでは唯一ギアボックスが4足となっている。ブレーキは4輪ディスクを装備していた。1965年には ジュリアスーパーが登場した。TI2、ホモロゲーション獲得用の限定生産車 TI スーパーのエッセンスを注入したモデルで、1570cc エンジンはウェバー r 4 0ドコツインキャブで98馬力、5500rpm を発揮、最高出力を発生する、回転域が下げられ、低中回転域のトルクも増強されて、扱いやすさと高性能を両立させた。 ダッシュボードも一新され、ステアリングホイールもスポーティーなデザインとなり、四輪、ディスクブレーキは、サーボ付きとなった。スーパーは、好ましいスポーツサルーンとして、人気を博し、成功作となった。1968年には、エンジンの102馬力へのパワーアップ、後輪サスペンションへのロールバー追加、タイヤサイズ変更が行われた。また、1967年には、 ジュリア系をベースに、車体の前後を延長し、各部を改良した上級車、1750が、デビューしている。1965年には、スーパーと共に、1300Ti も登場。エンジンは、ジュリア系のものに改められ、同じ 1290cc ながら82馬力、6000rpm にパワーアップした。ギアボックスも5速となり、1968年、 以降は、スーパー同様にスポーティーなインテリアが与えられた。同年には1962年以来の TI が 1570cc95 馬力 5500rpm の中間モデル 1600S に改められた。各車種とも1970年にはサイドブレーキがダッシュボード下のアンブレラ型からセンターコンソール中央のステッキ型に 左ハンドル車のペダルは吊り下げ式となり、ブレーキも2系統式となった。また、1300のエンジンを g t 系のものに強化した、スーパー1300が追加され、1600S は消滅した。1972年になって、車種体系が見直され、スーパー1.3、スーパー1.6の2種類に整理された。 アルファロメオのボトムレンジとして、前年に、アルファスッドが、イタリア南部で、生産開始され、上級の1750はこの年、アルフェッタにモデルチェンジするなど、そろそろ世代交代の波が訪れようとしていた。1974年、ベルリーナは、最後のマイナーチェンジを受け、ヌーバスーパー1.3、1.6となった。プラスチック製の新しいフロントグリル。 平らなボンネット、そして四等式ヘッドライトで、印象は大きく変わり、従来の個性は失われた。1976年には 1760cc55 馬力のディーゼル版が登場し、約6500台が生産された。パネル版などの商業車版も少数ながら、生産されていた。ジュリア系ベルリーナの生産は1977年で、終了、ジュリエッタに、 世代交代した。ジュリア・スパイダー・ジュリア TI の登場に際し、既存のジュリエッタのスポーツモデルである2ドア4座クーペの、ジュリエッタ・スプリント、2座オープンの、スパイダー、2座クーペの、SS は、マイナーチェンジを受け、TI と同じ 1570cc エンジンを112馬力、6500rpm にチューンして搭載し、車名が、 ジュリアに変更されて1964年まで継続生産された。ジュリエッタとの外観上の相違はエンブレム程度であったが、スパイダーのみ、わずかに背が高くなった新しいエンジンに合わせて、ボンネットにパワーバルジが与えられたので識別が容易である。また、従来からの 1300cc 車もスプリント版のみ、アルファロメオスプリント1300として継続生産され、 GT1300Jr. 登場後の1966年まで存続した。1963年9月、10年近くにわたって生産されてきた旧スプリントに代わる2ドア4ザクーペがジュリアスプリント GT としてデビューした。デザインは旧型同様カロッツェリアベルトーネが担当したが、チーフスタイリストは先代のフランコスカリオーネではなく、 新進系のジョルジェット・ジュージアーロに交代した。1960年に先行してデビューしていた2000、2600スプリントのテーマをより発展させたデザインは、ボンネットに段差を持たせた表情から日本では、段付きの愛称で親しまれ、ジュージアーロの代表作となっている。ベルリーナ同様、車種体験は何度も整理された。当初デビューした、スプリント GT に続き、 翌年には、カロッツェリア・トゥーリングがオープンに改造した、スプリント GTC。1965年には109馬力と、ナリトルクも増強された、高性能版の、スプリント GTV が順次追加され、1967年に 1750GTV に、世代交代するまで生産された。一方、GTV 登場と同じ1965年には、9。 スプリント1300の後継版あるいは、スプリント GT の連開版として、1290cc89 馬力のアルファロメオ GT1300Jr. が登場。1750GTV 登場後も継続生産されたが、1970年には特徴的だった段付きと呼ばれるフロントノーズが 1750GTV 同様の形状に変更され、 多くの愛好家を嘆かせた。なお、GT ジュニアと1750-2000の車体は、リアホイールアーチが大きくなっており、ジュリアスプリント系との識別ポイントとなっている。1972年、1750GTV が、2000GTV に発展すると、1300とのギャップを埋めるべく 1570CC 版も、g t 1 6 0 0ジュニアとして復活した。 1974年には 2000GTV と同じ4灯式ヘッドライトのフロントグリルに改められ、形式も105から2000と同じ115系に変更された。1300が1977年、1600は1976年まで生産され、アルファスッドスプリントとアルフェッタ GT1.6 にそれぞれバトンタッチした。ジュリアスプリント GTA。 ストラダーレスプリント GT のボディをそっくり、アルミニウム製にして軽量化したレース向けホットモデルが、1965年に登場した、ジュリアスプリント GTA である。A はイタリア語のアレジジリタの略である。1570cc エンジンも、新しいツインプラグを持つシリンダーヘッド、ジュリア TI スーパーと同じウェバー45ドコ、ガタツインキャブレター、マグネシウム製、 オイルサンプカムカバークラッチハウジングなどでチューニアップ、軽量化され、車両重量は 750kg ほどにまで軽量化されていた。ストラダーレと呼ばれたロードバージョンも少数作られたが、大半はアルファロメオのレース部門、アウトデルタに持ち込まれて、レース用に改造され、1966年から1969年まで4年連続で、 ヨーロッパツーリングカー選手権のチャンピオンとなり、アメリカのスカツーリングカーレースでも活躍した。1968年には 1290CEC の GTA1300Jr. も追加され、1969年にジュリア GTA が生産を終了した後も1973年まで存続した。エンジンは通常の1 3 0 0 g t ニアのものではなく、 ジュリア GTA のエンジンのストロークを 82mm から 67.5mm に短縮したものが用いられた。車体は 1300GT ジュニアがベースで同様に大きめなリアホイールアーチを持つ。ジュリア TZ、ジュリア TZ に1963年にジュリエッタ精霊士の後継者として登場したレーシングスポーツカーがジュリア TZ である。 元フェラーリの技術者、カルロキティが率いるアウトデルタが、1 0 5系ジュリアをベースに、しながらも、交換中ブラウフレーム、精霊師同様、カロッツェリアザガートが、デザイン、製造したアルミニウム製車体、後に、GTA にも用いられる、ツインプラグシリンダーヘッド、専用の四輪独立サスペンションを持ち、車両重量は 650kg に過ぎず、最高速度は、 時速 216km に達した。この高性能には、車体後部のコーダトロンカと呼ばれる空力的なデザインも貢献していた。GT クラスのツーリングカーレースに出場するため100台を作る予定であったが、結局112台が生産され、今日でも理想的なレーシングスポーツカーとして非常に人気が高い。1965年には新しい車体が与えられ、 ジュリア TZ2 に発展した。車体は FRP 製となり、車両重量は 620kg へと軽量化された。ロードカーとしても販売された TZ と違い、TZ にはレース仕様しか生産されず、高度にチューンされた170馬力エンジンで、最高速度は時速 245km に達した。TZ には12台しか生産されなかった。 GT カーレースはミッドシップエンジン車中心の戦いとなっておりフロントエンジンの TZ2 には勝利のチャンスは乏しかった。アルファロメオは GTA によるツーリングカーレースに主力を移す決断をしたのだった。TZ2 は TZ 以上に貴重なモデルとしてヒストリックカー市場では高値で取引されている。TZ3 コルサ ストラダーレ TZ3 コルサ TZ3 ストラダーレ、アルファロメオとカロッツェリアザガートの定型90周年、及びアルファロメオの創業100周年を記念して、TZ の名を復活させたのが、TZ3 コルサである。ドイツのアルファロメオコレクター、マルティンカップの依頼により、レース出場者として1台のみ製造された。オリジナルシャーシに、マセラティオをベースとした。 V 型8気筒 4200cc エンジンを搭載。アルミニウム製ボディはロングノーズ、コーダトロンカという往年の TZ のデザインを再現している。デザイナーは原田の彦2010年4月にイタリアコモコ畔で開催されたコンコルソデレガンツァ、ビラデステにて公開され、コンセプトカープロトタイプ部門の最優秀デザイン賞を獲得した。 2011年には、ロードモデルの TZ3 ストラダーレが発表された。ベースは、ダッチバイパー ACR で、V 型重機筒 8400cc エンジンを搭載する。ボディは、カーボン製で、デザインも、コルサとは異なるものとなっている。生産予定台数は9台。当時の日本でも、ジュリア系は、人気が高く、総代理店、伊藤中央とによって、 同社がアルファロメオの輸入代理店となった直後の1963年から1975年頃まで比較的多数が輸入された。GTA もごく少数輸入された。その後も特に GTK を中心にヒストリックカーとして多数が中古車として並行輸入されている。2015年6月に159の後継としてアルファロメオ本社で発表。 ボディタイプは4ドアセダンのみで159に設定されたスポーツワゴンの設定はない。プラットフォームはマセラティと共同開発した後輪駆動及び四輪駆動の新設計アーキテクチャージョルジオを採用。アルファロメオにおける後輪駆動車は1993年に生産終了したスパイダーセダンモデルでは1992年に 生産終了した75位以来となる。グローバルブランドとしての復活を担う世界戦略者としての位置づけとなる。日本においては2017年9月6日に、フカジャパンが2017年10月4日から発売すると発表した。この発表と同時に、全国のアルファロメを取扱いディーラーを1000倍店舗化させることに伴い、本題以降の販売は、 専売店舗に移行可能な販売店に限られ、専売店舗以外では販売、メンテナンスは不可となる。日本でのグレード体系は、ジュリア、ジュリアスーパー、ジュリアベローチェ、ジュリアクアドリフォリオの4つで、この内ベースグレード、ジュリアは受注生産モデルとなる。2018年1月20日には、ジュリアベローチェに、 左ハンドル4輪駆動より10万ンの右ハンドル f r c 様が追加される。2019年4月6日、ディーゼルモデルの2.2ターボディーゼルスーパーが追加発売された。アルファロメオとしてはディーゼル日本初導入となる。装備面は2.0ターボスーパーと同じ。同日にステルビオにもディーゼルモデルの2.2ターボディーゼル9、4が追加された。 なお、ディーゼル導入に伴いグレード表記が一部変更になり、ガソリンエンジンモデルは、2.0ターボ、2.0ターボスーパー、2.0ターボベローチェ、2.9V6、装備、ターボクアドリフォリオとなる。2020年10月3日、マイナーチェンジと同時に、2.0ターボに変わる、新しいエントリーグレード、2.0ターボスプリントを発売。 基本的な装備と安全性能を備えつつ、価格を国産車と輸入車の中間の価格に抑えた。全車標準のコネクトシステムは新たにタッチパネルを採用し、2.2ターボディーゼルスーパー以上はナビゲーション付きとなる。また、全車に衝突被害軽減ブレーキを標準装備し、2.2ターボディーゼルスーパー以上にはアダプティブクルーズコントロール、トラフィックジャムアシスト、 トラフィックサインレコグニッション、インテリジェントスピードコントロール、オートハイビームを装備し、2.9V6 装備、ターボクアドリフォリオを除く全車で、サポカーの対象となった。また、この改良で、中間グレードのスーパーは、ターボディーゼルのみの設定になっている。2021年7月10日に、グレードの集約を行った。これによってグレードは、2.0ターボベローチェ。 2.9V6 勝備、ターボクワドリフォリオの2つのみになり2.0ターボベローチェ2.0ターボスプリント2.2ターボディーゼルスーパーは在庫限りとなる。また 2.9V6 勝備、ターボクワドリフォリオはルーフの材質がカーボンファイバーからアルミニウムに変更された2021年4月26日から5月9日までの期間限定で ジュリア GTA 及びジュリアジタームを確定注文受付。かつて初代ジュリアで存在したジュリアスプリント GTA に敬意を表して開発されたモデルで 2.9V6 勝備ターボクアドリフォリオをベースに GTA はカーボンファイバー製のボンネットやルーフに加えフロントバンパー、フロントフェンダー、ルーフ、 リアディフューザーにもカーボンを採用し、ベースモデルに比べて、約 50kg の軽量化を実現。ジタームは、それに加え鉱石シートのパイとロールバー設置、サイドとリアウィンドウに、ポリカーボネート樹脂素材ウィンドウを採用したことによって、さらに 50kg 軽量化している。他に、ザウバーエアロギット、GTA ロゴ入りスパルコ製 S スポーツシート、 サベルト製スポーツシート、アクラポビッチ射製エキゾーストシステムを採用している。注文の際は、公式サイトでのコンフィギュレーターによる、使用決定と頭金10%の支払いが必要になる。ノーズテールボディサイドルーフ後端部などには、細かな表面処理が施されており、空気抵抗係数は0.33と、1960年代の、 当時の最新 A スポーツカーポルシェ911にも、勝る値を記録した。スパイダー、デュエット K が登場するまで2年間の未生産。生産台数は1000台と少ない。ありがとうございます。